ップ麺にお湯入れたのはいいけど、その3分間どうしよう。カップ麺にお湯を入れたけど、3分間暇だわ。そうだ、歌を歌おう。オムラジオものはつけ麺、ラーメン、カップ麺の醤油味。なんなのよ、この変な歌は。変な歌とはなんだ。だったらお前が歌ってみろ。いいわよ。私こそ変な歌やめろ。しかもなんで変化なんだよ。しかも無駄にクオリティが高いのが腹立つ。僕はラーメンの醤油味とか適当に歌ってた。あんなようにマシよ。お前だってただカップ麺が早く食べたいだけの歌じゃねえか。というか、まだ1分半しか経ってないね。食べたい食べたい、早く食べたいよ。あと半分だから我慢しろ。だって歌ってたらお腹が空いちゃったんだもん。じゃあ今度は2人で歌うか。いいね。いつもよりうまく歌えたな。それは私もよ。そういえばカップ麺は、あ、もうそろそろ3分だ。ではジングル流します。ジングルが終わったら食べるよ。いただきます。